さんこんにちは、松木遥です。こんにちは、南咲です。イエーイ。ということで急遽南咲を呼び出して旅行に行きたいと思います。やったー。デートやと思ってるらしいな。デートですよ。おかしいな。え、デートじゃないんですか。連れ出しただけじゃない。呼び出し呼び出したんやけどな。でもめっちゃ楽しみですね。そう、これまで南咲と2人で箱根まで行ってきたいと思います。じゃあそれから車内で、次は車内で撮ります。はい。マルピチャンネル。あ、やっほー。車内です。車内です。まあ、みんな知ってるかもしれないけど、ツイッターにね、募集をかけたんですよ。そうです。南咲に聞きたいことと、はい、皆さんに聞きたいこと、そう、それをね、南咲がね、今検索してリプランを見てくれてるけど、見てますね。ありがとうございます。質問あの時答えてくれた方ね。平日の真っ昼まで。本当ですよね。ありがとうございます。でも南咲と出かけることちょいちょいあるんだよね。確かに。車で行ったのは前に、あそこ行ったのよ。あれなんだっけ、あそこ、あれですよね、あれよ、一番国道の一番高いところ。国道の一番標高が高いとこまで行って、なんかあのあれ、草って書いてあったのってそれだよね。多分そうです。おばちゃんたちが草津っていう看板をさ、これ草って書いてあるのよって読んでたのがそれだよね。そうです、そうです。草って、そう、ジョンさんと草津に行って、そうそうそう、温泉卵とか食べました。食べた。めっちゃうまかったね、あの温泉卵。ちゃんとさ、1個売りされてたんだよね。うん、観光客が多分食べやすいようにさ。そうそうそう。ねえ、すごいいっぱい人いたね。あれ、でも夏ですか。あ、でも夏とか春とかはそんな寒くない時期だったよね。うん、そうそうそう。そうだよ、だって。あ、ナビがね。あ、渋滞がある。あ、渋滞。そうですか。ちょっと、渋滞もまあ2人だったらいいでしょう。その年齢になっても平気なの？はい。すごい。それはもう多分本当に三半規管強いわ。だから富士急行ってみたいんですよ。行ったことないの？ないです。富士急にする？なんで？マジ？はい。そんなに絶叫好きなのに？はい。だ、多分人生で一番楽しいよ。あれめっちゃ怖いって言いますよね。めっちゃ怖い。行きたい。
え、今度富士急行こう。ねえ、行きましょう。富士急にしよう、次の YouTube。やったなんで提案しなかったの。マルピチャンネル。オッケー。イエーイ。さあ、フォレストアドベンチャーに着きました。箱根。ということで、私たち、ジャージに着替えました。ジャージに着替えて、早速アスレチック行きたいと思います。はい。まずはハンドスつけに行きましょう。行ってきます。はい。ハーネス。ハーネスをつけます。つけます。うん。はい。命綱。これないと、もしかしてですか。これないともしかしてですか。まあそうです。命綱。うん、確かに。でもこれつけてたら足踏み外しても死なないってことやもんね。ああ、じゃあもう気楽に。楽しみだ。踏み外しない。踏み外さないように行くやつですよね。踏み外さないように行くやつよ。うん。でも高いとこ平気なんだよね。高いところ平気です。マジ取れ高なさそう。自由すぎません。え、やってます。え、なんかちょっとだけ入ってみて。え、そうなんですか。少女の近くに。ありがとうございます。調べてた。そうです。主人公の妹。すごいな。やらせてもらってくれてる人がいました。すいません。ありがたいね。はい。職業 YouTuber みたいにして電話しちゃったから。いや YouTuber ですよ。今日は今日 YouTuber やから。うん。じゃあハーネスついたし説明受けに行きます。じゃあアドベンチャーのコース全部4番まで、1,2,3,4と順番にコース回っていってください。はい、はい、でコース上では人と人との距離を保てますので、マスク外していただいても構いませんので、そちらの判断をお願いいたします。はい、はい、確かに。しっかりまず風鈴を通してからスタートしていいよ。あ、これ持っていいのか。そう。あ、カラビナだけ外すってことですか。そうです。一回カラビナは外していただいて、プーリーは通る。一回通すともう、外れなくなってる。はーい。すごい。じゃあ絶対に落ちないんだ。そうですね。足踏み外してもぶら下がるだけ。おお。すごい。なんでこんなに足が短いんだ。大股。めっちゃ抱きついてる。怖すぎて抱きつかないとやってられないこれ。すごい。え、でも特定の時より怖くなさそう。確かに。いけそう。はい。座ってからずいぶん高いよ。だってずいぶん高い。え、映像で伝わってるかな。あ、かわいい。いきます。いいよ。わ、揺れる。マジ？っていうの何それ？なんか南咲セクシーだね今。なんか何かに絡まれてる、そういうなんか漫画ありそう。ぶら下がってる。手がしんどいようでしたら、あ、手足離してぶら下がっちゃって、おお、やってみるんだ。手足を離せ、落ちろ。
足も離しちゃってください。どうぞ。いいんですか？ええ。おお、チートじゃん。そういうことですよね。あ、チートしてる。いいね、その顔。やった。行きます。これ手離してもいいって言ってましたね。うん、そうだよ。じゃあ行ってきます。え、すごい、手離していくの？すっごい長い。うわ、思ったより皆さんこれ長くて高いんですよ。伝わるかな。いいよ。あ、足入っちゃってるよ。浮いてる。ハーネスさんに抱き止められてる。頑張れ。浮いてる。頑張れ。死んだわ。一回落ちてるわ。ね、そういうそういうサーカスじゃないよね。あ、めっちゃ上手。めっちゃ上手よ。戻っちゃう戻っちゃう、危ない危ない。あれはどうやって、なぜ体重のせい。おお、すごい。救助されてる。ありがとうございます。すいません。反動強かったね。危ない、立って立って。足歩け歩け。オッケー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 。ありがとうございます。おお、ナイス。高いところ苦手ですか？やばくないですか？
よく立っていくのね、ここ。すごい、もう落ちてんだけど、足はもう落ちてる。めっちゃ好きじゃん。待って、温かい、足、足、足、ちょっと待って、足が震えるって。あー面白い。どうしよう。いってらっしゃい。あ、かわいい。あ、マルピチャンネル。温泉まんじゅう買いました。もうまだあったかいよ。うん、出来たて、出来たて食べよう。食べます。いただきます。開けられますか？開けられません。わー、ありがとう、はい、ありがとう。美味しそう。うん、いただきます。うん、あ、うん、美味しい、美味しい。うん、温泉まんじゅう甘っ。うまい。うん、やっぱり美味しい。めっちゃ美味かった。うん、いいな。ほな行こか、行こか、ほな行こか。わー、梅の梅水晶買ってました。この子お酒飲まないのに梅水晶というかおつまみが好きすぎて買いました。かわいい。わ、デートしてる感じ出てる。確かに、うん、買い物してる姿動画回したらまずいです。あ、いいです。撮影許可おりました。すごい、こうやって撮影許可が、ええ、店内撮って大丈夫、買い物してるとこ撮っていいって言うから。優しい、ありがとうございます。香油の香りが、うん、ね、うん、むちゃくちゃいっぱいあるよ。でも濡れせんべいがないか。濡れせん、ここにあるよ。濡れせん、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 めっちゃあるやん。濡れせんあるよ。濡れてるの、めっちゃ薄い、めっちゃ薄い。今度私が買ってあげる。私梅ざらめ買うわ。え、梅ざらめ、梅ざらめむちゃくちゃ美味しそう。絶対美味しい、はい、うわ、ちょうどいい大きさね。え、めっちゃ売れてる。小粒濡れせんとかもある。へー、すっごい。小粒濡れせん美味しそう。うわ、絶対うまい。小粒濡れせん、おつぶぬれさん美味しそう。絶対うまい、絶対うまい。じゃあこれは彼氏にお土産で。あら。ええ、彼氏もぬれさん好きですか。多分好き、わかんない。好きそう。あんまり食に興味なさそう。よいしょ、梅ざらめ2枚買おうっと。じゃあそれも、これでいい、いいんですか。いいよ。
なんか今食べるように、あ、今、そっか、お団子食べるんだったじゃあこれはお土産で、やったどちらで、はい、あ、ありがとうございます。一人でやった、あ、すごいすごい、いい声ですねいい声だった、うん、ありがとうございます、ぴょんさん。もうすぐできるか。はーい。すごい、優しくて、素晴らしい。ね、いい人でしたね。いい人だった。かわいい。え、めっちゃかわいい。すごい。我が家はこれで手巻き寿司やる。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。醤油で洋服汚さないように。はい、ありがとうございます。意外と重いです。おお、ずっしり、おいしそう、美味しそう、あれ、あれ美味しそう。わあ、すごい、イエーイ。湯の里岡田に到着。イエーイ。なんと個室取れました。やったね。ねえ日帰り個室なんてあるんだって。すごいね、贅沢ですよね。贅沢。しかも今日は満月だったわ。めっちゃ綺麗ね。すっごい綺麗。うん、星もすごい綺麗ね。見えるかな、見えるかな。湯の里岡田でちょっとゆっくり休もう。美味しいご飯も食べまーす。日帰りでも使えるんだ。いいですね。あ、すごいいいやん、休憩室。めっちゃいいじゃん。わあ、ちょっと待って。めちゃくちゃいい。23時まで使っていいんだもんね。安っ。めちゃいい。お部屋に帰ってきました、はい、美味しいご飯をいただきまして、うん、ご飯はね、みなみさきの動画に入ってるよ。はい、うん、入ってると思います。あ、美味しかった消えてなければ出たら、ね、で今はもうお茶を飲んでまったりしております。部屋でお茶をみなみさきが入れてくれました。うん、美味しい。美味しいですね。うん、じゃあ質問に答えていこう。はい、行きの車の中でみなみさきの、そうですね、みなみさきの方の動画に入ってるんで、うん、見てください。はい、今回はぴょんさんの、質問、ぴょんさんに聞きたいこと、みなみさきが書いてくれたやつそう、それをみんながリップ送ってくれたんで、思ったよりリップ来てくれたよね。いや、嬉しかったですね。多分後から気づいた人も間に合いますかって言いながら聞いてくれてるね。うん、間に合ってます。美女2人絶景ですねのクマティさんとかも質問じゃないもんねリップだわ。ありがとう。ちょっともうお風呂上がりでさっきのバチクソメイク、バチビリバチバチメイクじゃなくなっちゃった。確かに。あれだけ薄いだからこれね、布執事さん。ああ、ありがとうございます。ぴょんさんはみなみちゃんのことをフルネームで呼ぶことが多いですが、うん、自分だけがみなみちゃんのあだ名をつけるとしたら何て呼びますか。ああ、気になる。みなみさきってもう呼びフルネームで呼んでるつもりがそんなにないな。うん、確かにもう1個の名前だし、ね、そうみなみさきっていうあだ名、うん、それこそみなみさきが私にあだ名なんだ。うん、でも、うん、確かにぴょんさんからですもんね、フルネーム呼び捨て。え、そうだよ、だって他の人もみなみさきって言うけど絶対私ね。そう、なんなら私だけが呼んでたよそれからどんどんなんか藤井さんとかね、いろんな人がみなみさきって言うようになったよね。うん、
ベントでみなみさんがぴょんさんの衣装コンセプトを決めてたので、うん、逆にぴょんさんがみなみさんに着せてほしい、着てほしい衣装、どんなものがありますか。なるほど。いや、こないださ、なんかさ、地雷系やってなかった。やってました。やってほしかったんだよね。おー、だから、あ、それそれってなった。おー、嬉しい。そう、私たぶん、なんかみなみさきは地雷系似合うと思ったのよ。うわ、やった。に、似合ってました。似合ってた。でも、なんか、もっと、うん、なんか、ちょっと怖いかもくらいの。あ、もっと可愛すぎた。あー確かに。なんかもうちょっと危ない匂いが欲しかった。イベント用だった。そう、確かにね。なんかちょっとやっぱ可愛さが残って、まあ地雷系メイクって可愛いんだけど、うん、少し危なさ欲しくない？ちょっと闇がね。そう、闇が見えて、もうちょっと闇見えるくらいのやつやってほしかった。ちょっと可愛かった。みなみちゃんの質問これいいやん。L イコールラズワルドアイマス5。あ、これちょっと名前が多分長くて、あ、てて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 切れてますけど。はい、一日みなみさんの見た目になれるとしたら何をしたいですか？あらまあ、いっぱいしたいことあるんだけど。いや、まあ本当に南咲が今ちょっとこの仕事してるからあれなんですけど、まあ、それが関係ないとしたら、うん、何人の男の子が引っかかるか引っかかるかい引っかかってたら今頃私はウハウハしてますよ。ウハウハしてるの？しないだろこいつはしないタイプです。意外とこう見えてしないタイプです絶対、うん、もしモテてもウハウハしないタイプです。あ、確かに確かに、うん、いや確かにやばい。警戒するタイプいやいや、ほんとそんなことないです、マジで私がぴょんさんだったら、うん、まず、マッチングアプリを始めて、やばツイッターで、うん、実況みたいなのするかもしれない。なるほどね。今日は〇〇会社の〇〇さんと会いました会いましたみたいなレビューを書いてるかもしれない。すごい。わー、箱根が終わってしまう。箱根が終わってしまうわ。でも楽しかったですね。お土産も買えたしね。うん、ぬれせんべいとあれを買えたから。はい、いっぱい。私も梅水晶とか。梅水晶買ってたね。はい、自分用に梅シートとかたくさん買いました。そうじゃん、いい感じの箱根旅行でございました。はい、ありがとうございました。私エンディングここで撮っちゃおうかな。あ、そうですね、はい、ということで、うん、トークも終わりまして、うん、エンディングでございます。はい、はい、箱根旅行とっても楽しかったね。楽しかったです、本当にね。いいお湯だったし、いいご飯だったし、うんうん、いい街だったし、怖かったしいろんなことありましたけれども、うん、富士急かなーとしたら、めっちゃ嬉しい。富士急行こう、行きましょう。なんか2人でぴょんさんと箱根に行くの初めてだったんですけど、うんうんうん、本当になんかもう、なんだろう、たくさん来たってぐらいの、確かにゆったりさというか、うんうん、心地よさもあってすごい楽しかったんです。めっちゃなんか、うん、いっぱい遊んだけど、いっぱいゆったりもしたゆったりもした、いっぱいゆったりした。楽しかった。楽しかったです。今回はゆる動画だったんで、はい、流し見推薦だったんですけど、うん、いいいい、まあ、みなみさきの方の動画もぜひ見てください、うん、ぜひ見てくださ い, ださい、ね、じゃあこんな旅行はい、バイバイ。バイバイ。